ちょこんにちは。さあ、プロ野球界もね、だんだんなんかこう動いてきましたね。そうですね、うん、今日はですね、はい、遅刻の話っていう、まあ、藤波選手がね、はい、遅刻してなんかメディアにいっぱい取り出されてましたけど、はい、正直この話するのやめようかやろうかずっと迷ってたんですよ、はい、まあ別にそんなこともあるやん遅刻とかっていうのもあって、はい、あえて俺が言うことでもないしって思ってたんだけど、はい、まあ、コメント欄とかにもあったし、あとはその他の媒体からもそういう取材とかがあってコメントしてるから、まあ世の中のニーズはあんのかなって思いながら、まあ今回は喋ろうかなと思って喋ることにしましたけど、はい、練習に遅刻して、はい、まあ2軍落ちで、まあいろんなあの媒体メディア含めて、まあ、妥当な判断ちゃうんかとか、はい、厳しすぎるんちゃうんかとか、まあいろんな意見がありましたけど、まあ僕個人的な意見としては、はい、あの2つの見方があって、まあ、1つまずじゃあ厳しい見方で言うと、まあ妥当な判断ですね。うん、でまああのもし僕が矢野監督の立場だったとしても、まあ 100% を2軍に落としてるっていう。であのまあその要因の一つとしては、はい、まあ今年新型コロナウイルスはこう日本、まあ、世界中に蔓延した中で、あのプロ野球界では。まあ、今も唯一ですかね、まあ、症状がない人もいるかも分かんないんであれですけど、はい、症状があってっていうところで言うと、阪神の選手、まあ、藤浪含めた阪神の選手がその感染したっていうのが、まあ、起きて、タイガース的にはイメージとかそういう球団管理の部分で、まあ、著しく評価を下げたんですね、はい、でも何回も言うようにコロナは感染するのは仕方ないと思うんですよね。正直その気をつけてても感染するんですよ。そうですね。だからこの感染拡大しないようにしていくためにはどうしたらいいかっていうところで、その多分タイガースも、まあ、矢野監督そして球団社長を始めそのここから広がらないようにしよう、でしかも6月19日開幕がプロ野球決まってると、であの12球団最新の注意を払いながらシーズンを全うできるようにそういうのはしっかりやっていこうっていうところは、まあ、タイガース以外どの球団もそうだと思うんですけど、はい、特にタイガースはそこにかなり重きを置いて、まあ、進んできてると思うんですよね。で、まあ、謝罪とかしなくてもよかったんちゃうかと思う中でも、コロナに感染した経緯が経緯なだけに謝罪会見なんかもして、まあ、させられて分かんないですけど、はい、で開幕に向けて、まあ、藤浪はまだ一軍に居場所があるわけじゃないんで、その居場所をしっかり確保するために、まあ、練習試合とかキャンプも含めて結果を出して一軍に残れるようにしていくっていう中で、この遅刻っていうところは、まあ、厳しい言い方すると、まあ、自覚が足りないっていう、はい、プレーのミスとかうまくいかないとかストライク入んないとか投球うまくいかないとかそういうのは、まあ、練習してどうにかするしかないですけど、そのプライベートの管理とかそういう感染者っていう経緯があってチームメイトからチームからファンから多くの人からの信頼回復に向けては、まあ、プライベートはしっかりしていかなきゃいけないっていうところで、まあ、遅刻したっていうのは、まあ、正直自覚が足りなすぎるっすよね。でそれで、まあ、2軍落ちはもう仕方ないっていうね、はい、まあ、確かにそのまあ、今って本当にもっと意識を高めてやっていくべきだった時じゃないですか、うんうん、まあ、それはもうもちろん分かってるんですけど、遅刻って本当にまあしたくてするわけじゃないです、うんうん、じゃないですか。だから言えばまあ1回の本当にまあ大きなミスではあるけど、1回の大きなミスだったら あそこまででもするんだとはちょっと思っちゃった部分もあるんですけど、うんうん、でも常習ってことだったんですかね、まあ、どこまで本当か分かんないから、ね、あの情報を鵜呑みにするわけにはいかないですけど、はい、まあ、1回じゃないことは確かですね。だからでもそれが常習なのか何なのかはまあ不透明すぎてよく分かんないっていう、僕はメディア あの取材に対しても言ったんですけど、でもまあ1回じゃないっていうところと、その前に伏線があったっていうところがこの厳罰になった。でもう一つは、一軍に絶対いなきゃいけない選手じゃないっていうところもそうなってる要因だと思うんですよね。でここでもう一つの見方があって、同じ状況だったら僕も藤浪を2軍には落とすんですけど、はい、でもこれもっと大きなことで言うと、これはまあ僕が選手の時からの矛盾も感じてたんですけど、はい、じゃあ他の選手が遅刻しても2軍に落とすのかって話なんですよ。まあそうですね、もう今いろんなその自分の藤浪投手のポジションっていうのが重なって、まあそうなんですけど、でもこれはチームとしてルールを決めなきゃ今後も起こり得るんですよ、うん、じゃあもしタイガースで言うと、まあ、名前出して申し訳ないですけど、はい、じゃあ福留とか、うん、伊藤井とか、うん、大山とか、うん、藤川とか、うん、あの一軍にいなくてはいけないような選手が、はい、もしくは近本とかね、うん、がもし遅刻した場合二軍落ちなのかっていうところも、うん、ちゃんとルールを決めなきゃいけないんですよね。
で、そうじゃないと、選手からすると、不満が溜まっていくんですよ。なんで俺はダメなのにあいつはいいんや。やってること一緒やみたいな。結果として。はい。それは、2回目以降は厳罰で、1回目は許されんのか。うん、何回目からは厳罰で、何回目までは許されんのか。それとも人によってルールは変わるのかっていうのが、もう野球界、僕もいたからあれですけど、チームによって変わると思うんですけど、はい、まあ、ロッテではそういうのもあったことがあるのも事実ですね。え、ルールがあったってことですか？ルールはあるけど、結局は守らなくても許される選手と、守らなきゃ許されない選手がいるわけですよ。まあ、そりゃそうですよね。でも、それじゃルールじゃないんですよ。それだったら言っといてほしいですよね。あなた、袴田さんは門限破っていいんで、門限ないですと。はい、あなたは門限あるんで12時まで夜ナイター終わっても12時までにホテルに帰ってこなかったら二軍落ちですって言ってほしくないですか？それを門限12時までって言ったら、じゃあもし一緒に行ってて袴田さんもし許されない存在で、はい、僕は許される存在だとしたら、はい、一緒に行ってて矢田さんも門限なんて帰れ、行けるよそんなもん誰が守ってんねんお前、いいやいいやって言ってでもう怒られるんですよ、うん、そうですね。それってルールじゃないじゃないですか。まあ、でもルールじゃないけど一応のルールは決めておいて、でもそれが無駄なんですよ。そんでないと守らなくてもいいやつと守らなきゃいけないやつがいるわけでしょ、まあ、でもその線引きは誰が決めるんですかっていう。まあ、でもそれってもう本当に監督の心象になってきますよね。だからそれだったらルール決めなくていいんですよ、うん、そんな。でもそれをするんだったらルールを決めなきゃいけないんですよ、はい、それを破ったら全員同じ罰が与えられますっていう、はい、だからそれを今回の件に関してはそんなことは1ミリも思わないですけど、はい、今後タイガースも含めてやらなきゃいけないことは、だって6月19日開幕に向けてコロナ蔓延しないようにプロ野球界も進んでいくってなったら、前の動画でも言いましたけど、多分全員外出禁止とかそういう何かが絶対やりながらペナント進めていかなきゃいけなくなるんですよね。でそうなった時にそのルールを破ったら、どんなに3割バッターだろうが1億円プレイヤーだろうが10勝2桁投手だろうが、どんな選手でもそのルールを破ったら2軍落ちですよとか、うん、なんかのペナルティ一律で行われますよっていうのは決めていかないと、うん、あの選手側からしたらたまったもんじゃないですよ。まあでもどこの世の中でもそういうルールをいちいち決めてる会社ってなかなかないと思うんですよね。だからそんなんだったらそのルールを決めなくてもいいんですよ、はい、そんでもっと言わなきゃいけないんですよ、はい、俺は人を見て判断するって。ああなるほど。そうやって言ってくれたら楽じゃないですか。まあそうですね。みんな平等、よく言うんですよ、うん、プロ野球界でも全員平等みたいな、うんうん、レギュラー一旦白紙でキャンプ全員一律で競わせるで嘘ばっかり言うんですよ、はい、全員平等このルール絶対守らないととか言うんですよ、うん、でも守らなくても絶対怒られないんですよそうです。でも守らなきゃ絶対怒られるやつもいるんですよ。いやそうです。でも多分これって、まあ、野球界もちろんそうですけど、どの世の中でもそうだと思うんですよ。だからそうですよね。そうですよね。そんな組織もうクソの極みだね。いやでも俺はもしなったらそんな組織では絶対しない。俺はもし監督とか社長だったら、うん、大体門限って1時ナイター終わって1時とかが多いんですよね、はい、で何も守って帰れるわけないじゃんで11時ぐらいにホテル帰ってくる時だってあるんだ、はい、うん、でだから俺だったらもう門限5時だね朝の、うん、で5時に帰ってきて、はい、そっこ寝たとしても昼間で寝るから7時間ぐらい楽勝で寝れるもん、ね、だから俺はもう5時だ、ね、で5時を守れなかったら一律給料の 10% 罰金でそのお金をあの地域のボランティアに充てる。あ、だから1億円選手だったら1000万、うん、500万円の選手だったら50万。私はルールを決めなくて もうどの世の中でもその細かくルールって決めなくていいんじゃないかなと思っちゃう方で。でも決めなかったら組織の管理能力不足って言われるんですよ。なんで管理してるの？だから結局今回のプロ野球でも藤浪のことでタイガースの管理がちゃんとできてないからやって言ってる人もいるんですよ。まあそうですね。でも、うん、もうそれってもうほぼ、まあ、その遅刻に関してはもう選手がもう100悪いじゃないですか。まあまあそうですね。でも許される人もいるんですよ。許される人 も許されない人もいるんですよ。はい。でももうそれは実績とかそういうの、だからそれだと言ってほしいんですよね。どれぐらいまで行ったら許されるのかの線引きを言っといてくれないと。だって自分の立ち位置が分かんないじゃん。でも大体自分のポジションってみんなわきまえてるもんなんじゃないですか。いやこの当落線上の人たちが分かんないんですよ。でも当落線上の人たちで一軍にずっと居続ける人たちは、はい、もう俺いけると思ってるんですよ、はい、でもいけてないんですよ本当は、はい、俺はあの二軍の時もあるし一軍のもバイバイレギュラーの時もあるから、はい、なんで一緒のことやってあの人ら怒られへんのに俺だけ怒られるのっていう経験もあるし、はい、同じことやって俺らも何も怒られなくて怒られてるやつ見てる時もあるから、うん、どっちの立場にもなったことあるけど、はい、結局もう矛盾だらけだ、ね、まあ仕方ないか
法律でも最近もう、はい、あのこの人がやったら許されて、はい、この人がやったら許されないとかっていう、うん、なんか麻雀の話もあったもんね。そこ、まあ、法律でもそうなんだったら仕方ないかって思うけど、でもそういうのすると、はい、下の人からの上に向けての不信感がもう著しく上がるんですよ。でしかも指揮力と統率力が一気になくなってるんですよ、そういう組織って。組織自体の質が悪くなってきちゃう。そう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 。でそうなるとうまく回らなくなるんで、うん、やっぱりルールはルールとして決めて、誰が、ま、破っても同じような罰を与えるやっぱ組織にしなきゃいけないし、うん、あのもっと言ったら、もしそれができないんだったらそういうルールとかは作らない方がいいですね。きっちり作るかもう作らないかっていうがいいですね。あ、なるほど。で昔の方が良かったなって思うのは、はい、まあこれも賛否両論あるし、うん、もう今とかだったら絶対ないけど、もう罰金が一番楽だった、うん、正直。あ、今ないんですか。賭博問題とかあったりして、はい、お金でそういうのが多分どんどんっていうか、もう多分ほぼないと思うんだよね今とかも。だから俺らの時で言うと、なんかお金集めて、うん、それで、ね、オフの選手と浦川さんのゴルフコンペだったりとか、うん、浦川さんのゴルフコンペの景品に当てたりとかっていう、はい、その年末の親睦会に向けていろんな形でお金を徴収して、うん、それを全部そこで使ってたのね。あ、そうだ。だから誰か一人が利益を生むようにやって、いろんなことで徴収していったわけじゃないの、ね、はい。それを全部そういう裏方さんとか自分たちのゴルフコンペ、ゴルフして景品で宿泊代とか、うん、だって景品とかもテレビこんなでっかいのが当たる。そうなの。旅行券とか、はい、iPad、 その時 iPad が出始めた iPad とか、はい、もう iPad とか10個ぐらいあるから。へえ。その景品とかでね、っていうのに当ててたけど、はい、その賭博問題があって、うん、そういうのもダメになってなくなって、うん、あの多分そういうのも罰金じゃなく、俺だって一回門限破って60万ぐらい罰金払ったことあるから。罰金ってそんな高いんですか。若い時に。1万とか5000とかそういうレベルじゃないんですか。うん、違う。うわ、怖っ。プロ野球界1分1万円とかあるしね。遅刻。それでもルールとして決められてたんですか。うん、でも楽だよ、まあ、お金払えば許されるもん。プレーには関係ないですからね。で、チームメイトからも何も思われない。あ、まあ確かに。お金払ってる方が、うん、はい全員で拍手される。はい、いくら。確かにネタになりますよね、うん、そう、それでもう綺麗さ、だからネチネチ言われない。うん、まあ確かに。で、そうで、うん、お金、罰金がなかったら、はい、結局ネチネチ言われるわけ、うん、何も罰もなければ、うん、でまあ1軍だったら2軍落ちっていう罰あるけど、はい、2軍だったらもうそれ落ちの罰がないの、うん、で試合出さないっていうところがたまにあるって聞くけど、はい、俺も若い時に試合出さない罰みたいなのがあったけど、はい、チーム練習に参加させへんって、はい、それは俺はもうダメやと思うのね、うんうん、だってそいつを能力上げていかなきゃいけないのに、罰だからって言って練習させなかったり試合させなかったら、チームとしての利益に反するから、はい、俺はそれどうなのかなって思ってたけど、お金も払えば済むから、もう全部全員からそれで許される。そんぐらいと、あとネチネチ、あ、もう遅刻してるのにもう声も出せへんし、何やねん、ダラダラ仕上がってるとか絶対なるわけ。はい、遅刻してきたのにお前すいませんとかもねえなみたいな、うん、だって全員に行かれへんやん。まあまあそうです、すいません、すいませんみたいな、うん、でもそういうのはめんどくさいや、はい、もうお金だったらもう全部終わるのね、まあ、もうすっごい楽だった。ほんと、まあ、確かにお金が一番ネチネチとかないくて楽ですけど、でも世の中のこの会社員の方とかはもうその、あ、遅刻しよう、ヒヤヒヤ、どうしよう、みんなに謝んないとっていうのを毎日やって生きてるんですよ、うん、でもクビなんでしょ。まあ、確かにクビにはならないですね、正社員だったら。ただ多分まあそういう評価とかは上がったり下がったりはあるでしょうね、うんうん。まあ、もうでも一つ言えるのは、誰も遅刻しなければいいんですよ。でもするもん。だからなんかまあ今回の藤浪の話も、はい、この一件は俺はもうその処分は致し方ないと思うけど、うん、でも仮に同じようなことが起きた場合は、今後チームとして誰がそのルールを犯したとしても同じような罰を与えるようなことをしていかないと、あの組織としてはなんやねんみたいな感じに、まあ、俺は経験してるからもう 100% になる。だそういったところは、まあ、どこの組織もそうだけど、上に立ってる人の手腕が試されるね。でも罰与えるのは簡単だもん、うん、正直誰でもできるし、統率力上の、もし同じになった時にどうするかがすっごい大事だと思います。どうするかって、平等に扱うのかも、心象で扱うのかっていう、そうそうそう、はい、だからもっと大事なのは、うん、藤浪が頑張って今年早めに一軍復帰して、
いっぱい勝ち星を挙げてくれると、うん、ああいうことあったけど、まあ、あれがきっかけで良くなったから良かったねって言われることにもなるし、あの今までの歴代の多くのプロ野球選手なんかも真っ当に生きてきてるやつなんてそんな多くないんやからあのいろんなミスを犯しながら、うん、いろんな罰を受けながら、はい、だって牧原さんとかねジャイアンツの、うん、あの前の日福岡で門限破って罰金100万円かなんとかって言われて、で今後何ヶ月間もうホテルから外出禁止やって言われて、はい、じゃあ明日完封かなんか忘れたけど明日何とかしたら、うん、罰金を払いますから外泊禁止先はやめてくださいとかなんとかって言って、うん、完全試合した。へーすごいっていうのもあるし、はい、まあいろんなね、うん、ミスは犯すからここで腐るも腐らないも本人次第だし、そうですね、なんかあの俺だって門限なんて守ったこともないし藤波投手が活躍ね、そう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 、俺もそんなあのプライベートのことまで人にごちゃごちゃ言えるような生き方してきてないから、はい、あの藤波に関してもそんなに強くは俺は全く言いたくないけど、はい、この処分は上に立つ者としてはやっぱ仕方ない、うん、まあ逆にね厳しくしなきゃいけない、だからあのここで腐らないで頑張ってほしいです ね、 そうですね、もったいないですよね、こんなことで腐って何クソみたいな、もうやったんぞみたいな感じで、うん、見とけよぐらいの気持ちで、うん、まあ、藤波には頑張ってほしいですね、巻き返してほしいですね、そうですね、はい、何かを破るとき、うん、見つかってはいけません、以上そこ